皆さん、はじめまして。シニアモデラーの戸谷高谷と申します。この度、高谷流鉄道車両模型の金属工作という内容で鉄道車両模型の工作チャンネルを開設いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。私は中学1年の時から、鉄道模型の世界に入りまして、主に車両を自作したりキットを組み立てたりしてきました。ところが訳あって、つい最近まで30年近くブランクができてしまいまして、30年前といいますと、ちょうど加藤とかトミックスの、プラでできた完成品が出だした頃なんですが、まあ、お金に余裕のある人は高い値段のブラス、まあ、真鍮ですね、完成品を買って、それ以外の人は自作したり、キットを組み立てる方がまだまだ多かった時代でした。それがですね、30年経ってみれば、加藤とかトミックスだけでなくて、30年前にはまだ、高級車両ばっかり出していた天正堂とかですね、あるいは、まあ、当時なかったような、メーカーがプラ製車両の分野に参入いたしまして、なんか越後鉄道模型の世界がプラ製の完成品を集めるということにウエイトが置かれてしまいまして、なんか工作する人が少なくなってしまったという状況がなんか寂しく、まあ、感じたわけですね。まあ、それで、鉄道模型を作る楽しみ、喜びを一人でも多くの方に感じていただけたらなという願いを込めて、このチャンネルを作りました。とは申しましても、まあ、30年の空白がありますのでね、もっともっと多くの車両を作っている方とか、私よりもずっとレベルの高い工作をされている方がたくさんおられます。またですね、まあ、基本は同じでも作業のやり方とか手順は人によってまちまちですので、他の方の動画とかブログ、あるいはですね、まあ、こういう、まあ、本ですね、まあ、このような、雑誌とかもぜひご覧になって、参考にしてください。それでですね、今日はこのチャンネルの第1回目ということで、自己紹介を兼ねまして、私と鉄道模型と、題しまして、まあ、少しお話ししたいと思います。まあ、工作についての実践的な話は、次回から少しずつ、進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと話が長くなりますが、お許しください。振り返ってみますと、私が小学校の6年生の正月にですね、叔父の家に遊びに行った時だと思います。まあ、叔父が、まあ、克実のシュッパーブラインの、シュッパーブラインじゃなかったな、シュッパーブラインですか、製の C53 のミッドソーキット、それを組み立てたものに、小高のペーパー機とか作ったオハ35計客車を引かせて、まあ、エンドレスの線路上を走らせてくれました。まあ、それを見た時ですね、こんなのがあるんだと、まあ、衝撃を受けましてですね、自分もやってみたいなと思って、小遣いを貯めて、1年後に、まあ、中学の一年の冬休みですけれども、初めて、模型屋さんを訪れました。その時にですね、まあ、これの古いやつですけどね、 TMS 鉄道模型趣味、まあ、ここに、小さく値段が、出ていたんですけれど、鉄道模型車のキハ58、こいつが欲しかったんですよ。
ところが、置いてなかったですね、どうしようかと思っていましたら、そこの模型屋の親父がですね、まあ、初めてだったらこれにしておきなさいと言って、まあ、勧められたというか、押し付けられたのが、こいつです。ちょっともう壊れてますけどね、もうパンタも外して、モーターも外してますけれど、ガツミの、EB10 の塗装済みキットです。もうほとんどですね、これは、小さなドライバーが1本あれば、ベテランの方なら、まあ、30分もあれば、完成してしまう代物です。ただですね、こいつはですね、ウォームギア、まあ、ここにつけるんですけれど、モーターに、そのギアをハンダ付けしなければならないですね。まあ、これが初心者には、少し高いハードルがありまして、完成まで丸1日、かかってしまいました。まあ、それでですね、完成させてこんなの実際に走ってるのかどうかという、まあ、半信半疑な思いだったんですけどね、まあまあ、それでもこいつに引かせるなんか客車なり貨車なり欲しいなと、まあ、いうことで組み立てたのが、こいつです。まだ残してますけどね、これが、小高のペーパーキットの、オハ35を組み立てたものです。まあ、このキットはですね、まあ、当時、まあ、飛ぶように売れたそうなんですけれど、まあ、動力がなければですね、台車も含めて1000円ほどで、まあ、お釣りが来たんじゃないかなというふうに思います。まあ、それだけ、まあ物価のね、現在と当時とは違いますけど、まあ、安く、作ることができたという代物です。この後ですね、小高のキハ82を1台だけ、組み立て、次にですね、初めてペーパーの自作で念願のキハ58、こいつも1台だけ作り、そしてですね、さらに、作ったのが、これオロネ10ですね。本当に恥ずかしい作品ですけども、まあ、この頃はペーパーで、車両を何台か作りましたけども、もう私の腕が未熟だったせいもありましてね、完成してもすぐに継ぎ目にひびが入ったり、まあそんなんで壊れやすくてですね、見栄えも本当によくありませんでした。もう本当にね、ひどい状態でしょう。まあ、それで自分にはペーパー工作は向いていないんじゃないかと、まあ、思うようになりましてね。まあ、それで、真鍮板、まあ、丈夫ですからね、まあ、真鍮板を使った金属工作を行うようになったわけです。それで、その真鍮板を使って初めて作ったのが、これです。これもお恥ずかしい出来ですけどね、これキハ82です。小高のペーパーキットのペーパー部分を真鍮に置き換えただけなんですがね、この時はまだ屋根まで、真鍮板で折り曲げるという自信がありませんでしたので、屋根は、木製です。まあ、それでも、私にとっては記念すべき金属工作第1号になりました。そして次に作ったのですがね、このキハ82につなげるためにですね、作ったのはこのキハ80です。まあ、初めて屋根のね、折り曲げを行ったのですけれどね、ここのね、雨という付近ね、ここのカーブ失敗しましてね、車体幅が狭くなってしまいました。まあ、それでその後50年近くの間、もう手つかずの状態で放置していたんですが、まあ、最近になって、もう大箇所を、まあ、不完全ながらも修正して、まあ、ここまでできてるんですけどね、まあ、これが、まあ、第2号ということで、して、すぐにお見せするのが、これ、ポロ11です。
ポロ11です、これがね真鍮板から切り出してようやく完成させた第1号になります。まあ、その後ですね、まあ、エッチング板から、DF50 を組み立てたり、まあ、ピノチオなんかから出してた客車キットに3両作ってから、全力投球で作ったのが、国鉄、153系の、電車です。ちょっと待ってくださいね。すみません、ちょっとどこに置いたか、分からなくなりまして、今撮ってきましたけども、153系電車です。これです。8両作りました。こいつですね。はい、分かりますか。これですね。まあね、一番好きな車両ということでね、全力を出していったのはいいんですけれど、まあ、その後の制作意欲がですね半減してしまいまして、まあ、それと結婚して子供ができて、まあ、教育費にお金かかりますしね、それに子供が一生懸命勉強してるのにですね、親父は模型作りでガリガリ金属音を立てて、まあ、遊んでるわけにはいかずにですね、まあ、そんなんでもう30年近くの間、ブランクができてしまいました。まあ、そしてまあ子供もようやく社会人になってくれましたんでね、3年ほど前から模型作りを再開した次第です。まあ、それで今はね、こんなの作ってます。ですね、これですね、これもうちょっと、これもまだひどい状態ですけど、58とこれ TC80 ですね。まあ、今こんなのとね、作ってます。まだこちらの方はね、そのうちにご紹介したいと思います。ここまで長くなってすみません。まあ、古い話はねまた改めて機会を設けたいと思います。まあ、今日のところはここまでということで終わりにしたいと思います。どうも、長い間ご視聴いただきありがとうございました。